はい、皆さんどうもテントモです。ガンダムウォーズの実況となります。今回こちらのメンテ明け後に実装されました5周年記念ユーザーアンケート第2弾能力強化機体ピックアップガシャ、こちらのチェック動画となります。はい、で先ほどね、これらの情報修正3機体の徹底比較をしたね動画をアップしましたので、情報修正の詳細につきましてはそちらの動画をご覧いただけたらなと思います。はい、今回はガシャを見ていきます。で期間は8月11日14時15分から8月18日14時までの、来週のメンテナンス前までですね、1週間となっております。で特定機体の排出時星6アップグレード済みだと超越なかしの負け付きということでね、これを最初に見た時おーってなりました。はい、これが今回のガシャのおそらく目玉といえる部分なんじゃないでしょうか。なので星6状態でも割と損をしない、むしろ美味しいガシャとなっております。結構な方がねこれらの機体をお持ちで、すでに星6状態かと思われます。まあ、結構な方といっても、最近始められたとかではなくて、去年までにねガンダムウォーズを始められてる方なんかはね、これらの機体の複数をお持ちなんじゃないでしょうか。僕もね、ジオ覚醒以外は持っておりまして、すでに星6でございます。はい、であとね気になるのが、この超越の証が果たして専用超越の証なのか万能超越の証なのかで話が大きく変わってきます。おそらく専用超越だと思うんですけど、もしこれがね万能超越の証だったらぶっ壊れガシャですね。めちゃくちゃみんな回すと思います。はい、そんなことはないと思いますがね、そうであったら嬉しいなっていう、はい、で、ユーザーアンケートで選ばれた機体が再登場、能力強化された3体の期間限定機体をピックアップ、引き換え券は超越なかしやエース必殺技などと交換可能、特定機体の排出時星6アップグレード済みだとその機体専用の超越なかしの負けがつきます。残念。はい、早くも残念でした。まあ残念というかね僕の理想ではなかった。はい、まあ僕の理想というかみんなの理想はね万能超越なかしだと思うんですけども、まあそこはね、そこはさすがにね専用超越なかしでございましたが、それでも美味しいガシャかなと思います。で機体専用の超越なかしの負けは11連ガシャのみ対象となります。あっと、これも個人的には痛い。単発で回そうかなとちょっと思っておりました。単発でね、超越なかしを稼いでいこうかなって考えていたんですけども、早くも打ち砕かれた。11連ね、11連だったら引くか引かないかどうでしょうね。そして超越なかしは1機体につき25個まで使用できます。超越なかしを他のアイテムと引き換えることはできません。今後のアップデートにより変更される可能性がありますと、米印結構ありましたね。はい、では詳細見ていきましょう。はい、というわけでこのガシャなんですけども、初獲得機体はレベルマックス&星6にアップグレードということで、いきなり星6にアップグレードガシャでもあるんですね。ということはいきなり星6にアップグレードしてさらに超越なかしがもらえるのかどうかってところがポイントになりますね。もしもらえるなら一番いいのはやっぱり未所持の方、未所持の方がこのガシャを引くとめちゃくちゃ美味しいですね。当たったら、大体当たると思うんですけど1機体は。それか、もともと星6で持ってる人が引いた場合にのみ、超越なかしがついてくるのかっていうところなんですけども、まあ、もうちょっと見ていきましょう。はい。で、ピックアップはこの3機体。ね、情報修正3機体でございます。テンキラー、シャーゲル、ジオ覚醒。まあ、この辺のね、機体の評価につきましては、ね、先ほども冒頭でお伝えしましたけども、情報修正、チェック動画の方でね、ご確認していただけたらなと思います。はい。で、テンキラー、シャーゲル、ジオ覚醒全部エース必殺ついております。で、気になるのは、そう、注意書きのところね。赤字部分は、もうすでに読んだところか。パッと見はどっちかわかんないですね。
未所持でもいきなり星6にアップグレードしてさらに超越なかしがついてくるのか、それとも所持済み星6機体の場合のみ超越なかしがついてくるのかっていう、でここがちょっとねポイントになるんですけども、ここには書いてないですよね。はい、というわけで今ね先ほど投稿した情報修正動画の方にコメントが届いておりまして、でそのコメントがねなんとタイムリーな内容というか、はい、ちょっと読んでいきます。いつもありがとうございます。ソフィアッチョさん、ソフィアッチョさんでいいよね、違うかな、イタリアのねロベルトバッチョのあの感じかなと。はい、で解説動画ありがとうございます。すでに超越していれば超越の証、未所持なら星6&レベルマックスになった上でさらに超越の証がもらえましたと。ということで、未所持でも超越の証手に入ります。はい。そういった仕様なのか、意図を知ってない仕様なのか、で、運営さん的にどっちかわかんないですけども、これは美味しいですね。ね、どっちでも、星6状態でも、未所持でも、超越の証が手に入るということが確認されました。ありがとうございます。非常に助かりました。はい、でさらにわからないのは星4とか星5で持っている場合ですが、説明そのままだと設計図30枚だけで超越なかしないっぽいですねっていうコメントで締めくくられてるんですけども、まあそういうことでしょうね。同時開催中キャンペーンに設計図3倍ってあるので、星4もしくは星5で所持の場合は設計図30枚といった感じで、なのでもしねこれらのピックアップ機体をすでに持っていて、で星6じゃない場合、星6にしてない方は今すぐね星6にしましょうこれを引くなら星6にした上で引いた方が超越の証が手に入るのでお得かと思います。なのでこのガシャは基本的には星6状態で引く、もしくは未所持で引くといったガシャになりますね。はい、星4星5で引いて設計図30枚はなんか損をした気分になるかと思われます。はい、それではね提供割合、はい、でグレード4 12% で、まあ予想通り 4%×3 の 12% ガシャでございました。 4%×3 機体のピックアップガシャってなかなか珍しいですね、というか初めてかなと思われます。はい、かなり当たりやすい仕様になっているので、どれも持っておられない方はこのガシャかなり引き得かなと思います。戦力アップできます、特にね初心者の方なんかはね。で、すでにどれも持ってる方でも星6でも超越の証が手に入るので、さらに星上げというか超越上げをねしたい方は引く価値がありますね。簡単に超越の証が手に入るので、であとはこのねこれらの機体の情報修正具合なんですけども、まあ軽くお話ししますと、まあ一番劣っていたと思われるのがシャーゲルですね。シャーゲルがちょっと残念で、ジオとテンキラはかなり良修正でございました。紙修正と言えるかどうかはちょっと難しいとこなんですけども、かなりの良修正ですね。でどっちの方がって言われてもちょっと甲乙つけがたいんですけど、まあ、役割がねそれぞれ違うので、ジオは攻撃、テンキラは回復、まあ、どっちもかなりね特に必殺が良かったので、まあこの2機体は当たりかなと思います。まあシャーゲルもねグランドアリーナ、まあ、どの機体もね主にグランドアリーナが主戦場になるんじゃないかなと思うんですけど、今のアリーナ、バトルアリーナだといくら領収制でも、あの感じだとどうかなっていう、まあ、使ってみないと分かんないんですけど、僕はテンキラ持ってるのでテンキラを試していこうと思います。シャーゲルはねもうちょっと厳しいかなちょっと厳しいかなっていう、なのでまあシャーゲルがこの中だと外れになると思います。まあ僕の評価ですけどね、はい、おそらく他の方もそういった評価になるんじゃないかな。はい、まあでもね、まあこのガシャ自体はかなりおすすめの仕様なのでね、未所持の方も所持の方も
まあ星6にすることがね条件ではあるんですけども、はい、なのでどうしようかな、僕引いていくか引いていかないか悩みどころですね。単発だったらもう絶対引いていくんですけど、5連ね、5連チャレンジやっていってたんですけど、11連か。天キラの超越なかしが欲しい。そしてジオ未所持なので、いきなり星6アップグレードして超越なかしが手に入る。うん、シャーゲル今超越1で、もしシャーゲルが来て超越なかし手に入れることになっても超越2にすぐにはできないので、まあ、万能超越なかしを使えばできますけど、まあ、使うことはないので、ジオと天キラを狙って引くかどうかですね。単発で引きたかったなっていうのが正直な感想でございますが、引くかもしれません。はい、引かないかもしれません。はい、で引き換え券も一応ついてくるんだね。100引き換え所はまあいつもの感じですね。はい、それではね、このガチャ、まあ基本的には未所持の方、そして星6状態で持っている方が引くとおすすめなガチャになっております。で星4星5で持っていて、このガチャを引こうとされている方はまずは星6に星上げをしてから引きましょう。そこはねお忘れなきよう。はい、それではね、今回はこれで終わりたいと思います。まあ引くかな、どうかな、ちょっと今週これ以上ガシャが来ないんだったら引いてもいいですね、1回ぐらい。はい、まあちょっと悩みたいと思います。はい、それではね、今回はこれで終わりたいと思います。いかがだったでしょうか。よければいいね&チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ジーク破り。